待て、それでは次はじゃん、手洗いをみんなしっかりやってると思うので、今日はみんなでプルンプルンのゼリー石鹸を作りたいと思います。イエーイ。みんなゼラチンとお湯とハンドソープと食紅の型用意できたかな。テレテテ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 テ、はい、ロングバージョンでお届けしました。石鹸クッキング、はい、まずじゃあこのお湯 200ml をこのボウルに入れていきたいと思います。熱いので気をつけてね。絶対に触ってはいけません、熱いので。それでは続いてこちらの、はい、ゼラチン。こちらは何ですか？こちらはゼラチンです。え、知ってる？どこで手に入るんですか？こちらは私は2000でスーパーですね。スーパーですね。スーパーで、はい、スーパーで購入しました。はい、皆さんもぜひ購入してみてくださいね。こちらおすすめです。こちらのゼラチン、今日は4袋使っちゃいますよ。ゼラチンは20g です。はい、1g、 5g 入ってるので4袋使っていきましょう。それじゃあこういう色なんですね、ゼラチンは。入れていきましょう。食べないでくださいね、これは。まだ食べてない。じゃあゼラチンが固まる前にゆっくり固まってないかな、みんなお話とかしてるとちょっと固まっちゃうかもしれないので、はい、混ぜ混ぜ、じゃあ、はい、ゼラチン混ぜ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 、じゃあ交換で、はい、ゼラチン混ぜ混ぜ、ゼラチン混ぜ混ぜ、ゼラチンを混ぜ混ぜ、いえいえ、いいですね。溶けてきました。溶けてきたかな。あ、いい感じに、いいですかね。溶けてきますよね。それでは、はい、次はここにも重要ですね、こちら。なんとじゃじゃん、これは何ですか？ハンドソープです。ハンドソープです。はい、ハンドソープを 40ml 入れていきたいと思います。はい、でで、今日は赤の食紅を使っていきたいと思います。はい、それでは食紅はいっぱい入れちゃうともう真っ赤になって、手も真っ赤になってしまうので。そうなんですか。はい、ここにあの多分スプーンがね、はい、ちょっとここついてついてました。こちらですね、こちらでこちらのちっちゃいスプーンで本当に少しだけでいいんです。少しだけ、本当に、本当にちょっとです、本当にちょっとです、本当に。アリさん、アリさんがアリさんサイズ、アリさんサイズぐらいですね。の食紅を入れていきましょう。はい、これは混ぜますか？こちらもいけるんですかね。そうです、ちょっとね、じゃあ混ぜてみますか。はい、混ぜていきましょう。はい、いきますよ。せーの、混ぜ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 。あ、すいません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 、お願いします。いきますよ、はい、せーの、混ぜ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 。まあちょっと入れてみますか。そうですね、もうちょっといきましょう。黄色がちょっと強めみたいなので大サービスですね。そうですね、今日はサービス。あのもうちょい入れちゃいますよ。どうですか、入れますよ。よいしょ、これかな、はい、はい、あ、だいぶ入れましたねちょっとみなさんもできましたか？ここまで。どうですかね、いいです。いいですね。ちょっと固まってきてる。本当だ、トロトロになってきてる。で、ではこちらのハンドソープを型の方に入れていきたいと思います。はい、はい、こちらに。こちらは何の型ですか？こちらはあのゼリーのカップなどを代用してもよろしいと思いますね。プチをしてしま
まうと下から出てしまう。そうですね。ネジはしないでください。お願いします。はい、おぉ、素敵な色です。おお、やっぱりちょっと垂れてしまう。大丈夫です、これは固まるので。はい、こちらで、はい、はい、じゃあ入れていってみましょう。はい、またこちらカップの形が違う、ね、これはお給食で出てるゼリーのカップです。はい、あ、あ、ちょっと大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ちょっと利用するとありますね。このぐらいでいいですかね。あ、そうですね。あ、じゃあ、はい、このぐらい、はい、こちらをこちらをこの後冷蔵庫の方に 2,3 時間入れていただきますと、はい、届きました。届きました。こちら見てください。先ほどのこのトロトロトロだったのが固まってるんです。プルプルですよ。すごいですね。ちょっと出して、そうですね、出してみましょう。こちらにあのプチマンですね。出るんですか。やってみましょう。ちょっとやってみましょう。出してみますか。じゃあいきますよ。いきますよ。プチン、プチン。ちょっと固まってるので、こちらは残念ながら、ちょっとこのスプーンの方で。固めですね。あ、おお、どうも、その歌でやってみたいと思います。はい、合わせて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 。すごい、ぬるぬるぬるです。すごい、ごめんなさい。あ、あ、なんだ、ちょっと泡立ちますか。ちょっとよく見えますかね。泡立ってますね。あの、たるみ先生の方が上手。日本先生はあの、そばけあのいろいろやってみる。おっと、ハンドソープもちょっとおしゃれな、こちらの、そうですね、ちょっとおしゃれなのも持ってきてくれました。はい、こういうものでも全然スーパーにもこんな泡ができると思いますので、あれ、先生も何だか分かって、泡立ってきました。どうぞどうぞ。もう泡立ってないですけど、でも設計には変わりがないので、あのぜひ、はい、お家で。じゃあ、はい、お願いします。手洗いしますよ。手洗いしますよ。一緒にやってみてください。泡が取ってきましたね。泡の色は赤じゃないんですか。